はいどうも、プロゲーミングチーム V3 e スポーツ所属のロロミヤと申します。よろしくお願いします。今回は現役プロゲーマーが教える源氏講座ということで、まあ、源氏っていうヒーローはどんなヒーローなのかっていうのを軽く説明しますと、他の DPS のヒーローよりもあんまりエイムを必要とされないヒーローなんですよ。ただその分状況判断力と知識が必要なんですよ。特に源氏においては知識は本当に大事です。で、僕はオーバーウォッチ人生の中で一番源氏っていうヒーローを使ってきたので、まあ、その知識を全部動画にまとめたいと思います。なのでこの動画を見てその内容を意識しながらプレイするだけで源氏は相当上手くなります。なのであまり源氏を使ったことがない初心者の方々や普段から源氏を使うけど伸び悩んでるという方々の参考になるところは絶対にあるので、よければ最後までご視聴お願いします。さあ行くぞ。ではまずね、源氏のパッシブスキルサイバー対術の説明をしていきたいと思います。まあ、このサイバー対術効果が2種類ありまして、1つ目は通常のジャンプに加えもう一度ジャンプを行うことができます。で、このジャンプね、実は1回目のジャンプよりも2回目のジャンプの方がジャンプ力が高いです。そしてもう一つの効果がジャンプキーまたはジャンプボタンを押しながら壁に近づくことで壁登りができます。そしてこの壁登り、1つ注意点があります。それは1回目のジャンプの後にジャンプキーを押しっぱにしておく必要があることです。これはどういうことかと説明しますと、先ほど伝えた通り壁登りをするにはジャンプキーを長押しする必要があります。ただし一度ジャンプキーから指を離し、もう一度ジャンプキーを長押しした場合どうなるでしょう。そうです、壁登りを使用する前にもう一度ジャンプ入力をされてしまいます。それだと何がダメなのと思う方もいると思います。簡単に説明しますと、壁登りの後にもう一回ジャンプということができなくなってしまいます。では映像の方で比較していきたいと思います。この映像はジャンプ後にジャンプキーを離さなかった時の映像です。壁登りの後にもう一度ジャンプができていると思います。そして次はジャンプ後に一度指を離し、壁を登る際にもう一度ジャンプキーを長押した時の映像です。壁を登る際にジャンプ判定が入ってしまっているため二段ジャンプができません。もちろん風切りを使う際も一緒です。空中でジャンプをしてしまうと二段ジャンプ判定となってしまうため、風切りを使う前に一度ジャンプをし、ジャンプキーを長押ししておきましょう。そうすることでこのように空中でジャンプが可能になります。一応ただのパッシブスキルの壁登りですが、できない人、意識をしてこなかった人はいるのではないでしょうか。なので壁登りをする際ちゃんとこういうことが意識できれば非常に良いでしょう。続いて源氏の武器、手裏剣です。手裏剣は30枚持っており、この手裏剣に距離減衰はありません。メイン攻撃では手裏剣をまっすぐ3発飛ばします。そしてサブ攻撃は一度に3発の手裏剣を扇状に発射します。サブ攻撃では3発同時に発射されるので、サブ攻撃の方が連射速度が速いです。手裏剣の使い分けとしては、中遠距離では主にメイン攻撃を使っていきます。サブ攻撃を中遠距離で使ってしまうと全然当たりません。逆に近距離ではサブ攻撃を主に使っていきます。手裏剣のダメージはメイン・サブともに胴体一発28ダメージで、ヘッド判定があり頭に入れた場合56ダメージです。手裏剣を3発全部当てることができれば最低84ダメージ、最高で168ダメージ出すことが可能です。続いてはスキル、粉返しの説明をしていきたいと思います。このスキルを使用すると2秒間前方に来た球を跳ね返すことができます。跳ね返せないものとしては飛んでこないビーム類、近接攻撃などが挙げられます。ただし近接攻撃は跳ね返すことはできませんが、ダメージを無力化することはできます。また現状はこの返し中、手裏剣を投げること、近接攻撃をすることはできません。また注意点としてはこの返し中もう一度同じキーを押すことによって途中で解除ということはできません。ただし特定の動作を行えばこの返しを途中でキャンセルすることができます。キャンセル方法は大きく分けて2種類あります。1つ目はこの返し中に壁を登る動作を入れることです。そしてもう1つは違うスキルを発動することです。こういったテクニックは現状を使う上では必須です。相手はこの返しの終わり際を絶対狙ってくるので、このキャンセル法をうまく使えば相手の不意をつくことができます。以上、この返しの説明でした。続いてはもう一つのスキルである風切りの説明です。風切りは最大射程15メートルで威力は50、クールタイムは8秒です。そして何といってもこのスキル一番の特徴は、敵を倒した際にクールタイムがリセットされることです。キル判定さえ入ればクールタイムは上がるので、自分ではなくチームメンバーがとどめを刺す際にもクールタイムは上がります。ただしこのスキルにも注意点があり、風切りの移動中視点移動ができないことです。このスキル一つだけで追うこともできますし、倒すこともできますし、逃げることもできます。使い道が豊富だからこそ選択肢が多く難しいスキルとなっております。なので周りの状況を見てうまく使いましょう。そして弾が通る隙間であれば現状は風切りで通り抜けることが可能です。厳密には通り抜けているわけではなく、このように迂回しています。なのでこちらの向きでは迂回ルートがないため、こちらの向きでは不可能です。そしてこのスキルにはゴーストダッシュと言われるテクニックがあります。やり方は風切り、視点移動、風切りです。先ほどお伝えしましたが、風切り中は視点移動ができないためコツをつかむまでは難しいかと思われます。
必須テクニックではないのですが、できれば非常にかっこいいです。かっこよさを追求する方は練習してみてはいかがでしょうか。続いてはウルト流撃拳の説明です。最大射程は5メートルで効果時間は6秒です。そして剣を抜く動作、しまう動作に1秒かかります。その動作中、ゲンジは攻撃とスキルの使用ができなくなります。流撃拳は剣を最大で7回振ることが可能です。ダメージは1振り120ダメージです。そして流撃拳発動時、ゲンジの手裏剣は自動的にリロードされます。さらに風切りのクールタイムもリセットされます。流撃拳は剣をしまうモーションをキャンセルする方法があります。一つ目は剣をしまうモーションの前に風切りを入れることです。そしてもう一つは剣をしまうモーションの前に壁登りをすることです。そしてもう一つは剣をしまう前に粉返しをし、その粉返しのモーションをキャンセルすることです。以上、流撃拳の説明でした。続いてゲンジの主なコンボの紹介です。一つ目は手裏剣風切り近接です。手裏剣が頭に当たれば 200HP を一気に削ることが可能です。続いては風切りサブ手裏剣近接です。これは個人的に最も使用するコンボです。なぜ風切りを先に使用するかと言いますと、手裏剣は速着ではないため近い方が当てやすいです。そして近い方が敵も画面に対し大きく映るからです。そして次はサブ攻撃プラス近接です。このコンボは前段ヘッドに当たっても200速を倒せません。なので風切りがない場合やトレーサーやディーバの本体など 150HP の敵に使用します。そして続いてはサブ攻撃粉返しです。これは粉返しを行う前にサブ攻撃を打つだけなので比較的簡単に行えるかと思います。粉返しだけよりも単純に火力が上がるので、できるだけ毎回行いましょう。続いては風切りサブ攻撃近接流撃拳です。このコンボを使用すればもう一度風切りを行うだけで200族を倒すことができます。そして最後のコンボは流撃拳を一振り、風切りサブ攻撃近接です。狙って撃つのは難しいですが、覚えておいて損はないでしょう。以上、ゲンジの基本講座でした。続いては対ヒーロー編です。さあ行くぞ。まずはディーバ。ディーバは近距離でしか火力が出ないため、近づかれたら距離を取り中距離から攻撃しましょう。そしてディーバは流撃拳と風切りを使えば一瞬倒すことができます。どんどん狙っていきましょう。続いてはウィンストンです。ウィンストンの目の前で風切りを使うとそのままジャンプされ倒されてしまいます。気をつけましょう。ですが壁登りをうまく使えば逃げることができます。これは絶対覚えておきましょう。ウィンストンのプライマルレジには粉返しをうまく使いダメージを無効化しましょう。続いてはオリーサです。オリーサのストップは跳ね返すことができます。オリーサは近距離なら楽に倒すことができます。中距離から少し削るか、味方が削ってくれていたら飛び込みましょう。続いてはザリアです。ザリアのグラビトンサージは跳ね返すことができます。もしも狙って跳ね返すことができたら、あなたはもう立派な忍者です。ザリア相手にはビームが届かない距離で戦い、ある程度削ったら一気に倒しにかかりましょう。続いてはシグマです。シグマの岩は粉返しでは跳ね返せません。覚えておきましょう。シグマがウルトを打ってきたら食らわないように風切りを使い離脱しましょう。続いてはラインハルトです。ラインハルトのファイアストライクを跳ね返すとウルトがゴリゴリ溜まります。どんどん跳ね返しましょう。ラインハルトの攻撃も近接攻撃扱いなので粉返しで無効化することができます。続いてはレッキングボールです。レッキングボールのパイルドライバーには風切りでダメージを与えつつ食らわないように離脱しましょう。ウルトの地雷は風切りでは壊せないことを覚えておきましょう。続いてはロードホックです。ロードホックのウルトに対し粉返しを使用すると相手をノックバックすることができます。そして風切り粉返しを使うことでロードホックに引っ張られた味方を守ることができます。ロードホックには目があったら粉返しを使いましょう。フックを投げてくる確率が高いです。ここからは DPS です。まずはアッシュ。スコープを覗いていて視野が狭いアッシュには横から仕掛けましょう。その際アッシュの高知眼を食らわないよう粉返しでしっかりと防ぎましょう。なお正面から仕掛ける場合、アッシュがダイナマイトを投げた瞬間がベストです。続いてはウィドウメーカーです。スコープを覗き、アッシュが止まっているウィドウはカモです。ワンコンボを叩きつけましょう。またあえて顔を出し粉返しをし倒しましょう。顔を出しちょっと間を空けてから粉返しするのがポイントです。ウィドウのベノンマインを踏んでしまうと1対1で基本的に負けてしまいます。なので絶対に壊してから戦いに行きましょう。そしてウィドウのベノンマインは風切りでは壊せないので注意が必要です。続いてはゲンジです。相手の流撃拳には風切りを使ったのを見てから風切りを使い距離を保ちましょう。流撃拳も粉返しで無効化することができます。続いてはシンメトロです。ビームが届かない距離から一方的に削り、ある程度削ったら一気に仕掛けます。続いてはジャンクラットです。ジャンクラットのトラップ類は風切りでは壊せません。注意が必要です。ジャンクラット相手に粉返しは非常に効果的です。粉返しがない時は近づくのを控えましょう。続いてはソルジャーです。タクティカルバイザー発動中のソルジャーには流撃拳では勝てません。覚えておきましょう。タクティカルバイザーは跳ね返しても意外とダメージは出ません。おとなしく逃げましょう。続いてはソンブラです。ソンブラ相手にはしっかりと音を聞き、ハックされる前に風切りなどでダメージを与え、ハックをキャンセルしましょう。ソンブラ相手にうかつに龍神拳を抜いてはいけません。
ソンブラがビーコンで書いたタイミングなど把握できないタイミングで仕掛けましょう。続いてはトレーサーです。トレーサーのパルソムは返すことは可能です。トレーサー相手にとどめを刺す以外の目的で風切りを使用するのはやめましょう。もし風切りを使うのであればトレーサーがリコールをした後です。トレーサーにはサブ攻撃プラス近接で十分なのでこのコンボをおすすめします。続いてはトールビョン。手裏剣の距離減衰がないのを生かしタレットを積極的に壊しましょう。トールビョンのウルトも跳ね返すことができます。ウルトを使われたらこの返しを使いましょう。続いてはデュームヒストです。デュームヒストは着地の瞬間を狙ってきます。なので壁登りをうまく使いパンチを避けましょう。そしてデュームヒストのウルトが来たら風切りですぐさま距離を取りましょう。続いては半蔵です。半蔵のウルトは竜になる前の矢の段階でしたら粉返しで跳ね返すことが可能です。半蔵に逃げる隙を与えないよう中距離からある程度削って倒しにかかりましょう。続いてはバスティオンです。バスティオン相手には二段ジャンプをうまく使い相手の頭上を行ったり来たりしましょう。バスティオンのウルトも跳ね返すことができます。狙われた場合すぐ粉返しを使いましょう。続いてはファラです。至近距離で粉返しをすることによってバレッジ中のファラを倒せます。また粉返しがなくてもバレッジ中に動けないファラを倒すのは簡単です。続いてはマクリーです。マクリーとばったり会った場合すぐさまサブ攻撃粉返しコンボを使用します。そしてフラワーを跳ね返した瞬間に風切りサブ攻撃近接コンボを入れます。そうすることでスタン中のマクリーを一瞬倒せます。マクリーのデッドアイにはロックオン時間があるためある程度間を空けてから粉返しを使用しましょう。続いてはメイです。メイ相手には凍らされるギリギリで風切りを使って逃げましょう。そしてメイのウルトも跳ね返すことができます。メイが凍った場合解除した瞬間を狙ってコンボを入れましょう。続いてはリーパーです。リーパーのテレポート場所を狙って一気にダメージを入れ帰らせましょう。この破壊石を使ってデスブロサムから味方を守ることが可能です。ここからはサポート。まずはアナ。竜神剣を抜いた際にアナはスリープダーツを絶対に打ってきます。一度この破壊石を使用しましょう。スコープを覗いているアナには横からコンボを入れましょう。次はゼニアッタです。ゼニアッタ相手には正面から行かなければ基本的に1対1で勝てます。なので奇襲しましょう。竜神剣を抜いた際に神と滅却を使われてしまうと敵を倒すことはできません。なので自分が倒されないよう急いで離脱しましょう。次はバティスト。竜神剣を抜いた際必ず無敵フィールドを設置されます。なので周りをよく見て無敵から壊しましょう。続いてはブリゲッテです。ブリゲッテの通常攻撃ウィップショットは粉返しで無効化できます。ただしバッシュをもらってしまうので注意が必要です。竜神剣を使用した際風切りで近づくと距離を取られてしまいます。なので竜神剣を使う前からある程度距離は縮めておきましょう。そして二段ジャンプをうまく使って相手のバッシュを誘いかわすといったことが可能です。次はマーシュです。竜神剣を抜いた際マーシュが味方の方に逃げても切れるような立ち位置を心がけましょう。蘇生中のマーシュは積極的に狙っていきましょう。続いてはモイラです。ウルト発動中のモイラは逃げスキルを使えないため竜神剣で狙いに行きましょう。通常時のモイラは逃げスキルがあるため風切りを温存しておきましょう。そして最後はルシオです。竜神剣後に風切りをすぐ使用してしまうとブープで飛ばされ逃げられてしまいます。なのでモイラ同様風切りは絶対に残しておきましょう。ということで今回の源氏講座はここまでです。少しでもお役に立ちましたでしょうか。まあ、前回のソンブラ講座に引き続き今回は源氏講座をしたんですけども、なんか他にもこういうヒーロー見たいとかそういうリクエストがあったらどんどんコメント欄でお待ちしてます。でまあ僕のチャンネルではこのような動画を引き続きどんどん上げていくのでよかったらチャンネル登録高評価お願いします。ではまたの動画でバイバイ。